自然、歴史、農業、グルメ、スポーツ、アートなどたくさんの魅力が詰まっている高槻。こうした高槻の魅力をただ見るのではなく、体験し地元の人と交流することで新たな良さを発見する。そんな新しい観光スタイルを提案するのが体験交流型観光プログラム、オープン高槻です。今回のクローズアップナウは、高槻の新たな魅力を発見するオープン高槻2023秋のプログラムをご紹介します。今年で8年目を迎え、すっかりおなじみになったオープン高槻。私も過去参加して様々な体験をさせていただいています。今回はですね、2023秋のオープン高槻の中から2つのプログラムを高槻観光大使の清水さんと一緒に体験していきたいと思います。清水さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。オープン高槻2023秋では約30のプログラムが用意されています。今回も高槻の魅力を知ることができるプログラムがたくさん用意されていますよ。では早速、今回最初に紹介するプログラムの場所に行きましょうか。はい、お願いします。はい、まず最初のプログラムは、本格的な和太鼓スタジオを備える和太鼓正屋での和太鼓体験です。和太鼓正屋は2016年に高槻市で発足した団体で、地域での公演やお祭りで演奏するなど、関西を中心に全国へ活動を広げています。このプログラムでは、市内にある和太鼓正屋のスタジオで実際に和太鼓に触れながら演奏を体験します。さあ、ちょっとこうね、大きい太鼓とかたくさんありますけれども、このプログラムでは和太鼓の演奏体験ができるんですよね。はい、本日は代表の正本さんに教えていただきながら和太鼓に触れていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回はオープン高槻のために特別なプログラムを用意しました。いや、まあ、和太鼓といっても、はい、いろんな種類があると思うんですけれども、はい、今回使うのがその長胴太鼓っていうものなんですよね。そうなんですよ。どんなものなんですか？はい、まあ、大きな特徴はですね、この、まあ、胴の部分が一本の木をくり抜いたものを使ってまして、ね、はい、まあ、張り合わせたものと違って、まあ、強度がしっかりしてますから、うん、まあ、しっかり皮を張れると、はい、その強い張力で音を遠くまで飛ばすというような特徴がありますね。じゃあもう結構力強い音が、もう思い切って打っていただいたら5キロぐらい先まで音が飛ぶと。うわー、それは楽しみですね。すごい楽しみです。それでは早速練習をしてみましょうか。ましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。回す、せーの。そうです。おー、はい、左も行きましょうか。同じように、左は若干打ちにくいかもしれませんが、このまま真下に行きますよ。せーの、せーの。あ、でもいいですね。素晴らしいですね。おー、こんな感じで、でも進めていく。でもこれだけでもちょっと汗かいてきたかもしれない。そう、めちゃくちゃ運動量がね、これあのね、相当な運動量だと思いますよ。ですよね。1、2、せーの。この力加減とか打つ場所によってこんなに音色が変わって、おっしゃる通りですね。無限大に、ね、はい、音色は出せます。そうですよね。だからもう本当に自分のオリジナルな色も出せますし、はい、いや、素晴らしかった。どうでした、清水さん？いや、私こんな大きな和太鼓叩いたの初めてだったので、とっても貴重な体験ができました。そして何といっても音とか振動の迫力がすごかったです。ねえ、ちょっと私たちのこの演奏、はいはい、先生いかがでしたか？僕辛口なんですけどね、はい、まずでもリズムしっかりしてましたしね、うん、あの何より笑顔が良かったですから100点満点です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いや、練習中もね、なんかセンスあるっていう風に言っていただいたんで、うんうん、本当、まあ、
力強い演奏でしたしね、はい、なかなか初めての方難しいこと多いんですけど、うん、でも、まあ、あの和太鼓の楽器は結構入りやすい楽器かなというふうに思いますから、はい、あのちっちゃいお子さんからね、あと年配の方まで、うん、やっていただける楽器かなというふうに思います。そうですね、はい、老若男女問わず、そうですね、はいはい、皆さんにも来ていただきたいですし、うん、ぜひぜひ私たちも続けていきたいと思います、ね、はい、そうですか、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで次のプログラムの場所に来ましたが、ここは阪急高槻市駅内にある高槻市観光協会ですよね。そうです。続いては観光協会からスタートするプログラム、歴史リアル謎解きゲームを体験しようと思います。いや、歴史リアル謎解きゲームなら私も知ってますよ。あの歴史を学びながら街歩きを楽しめるプログラムですよね。はい、オープン高槻では過去6作の歴史リアル謎解きゲームを開催してきました。今回は謎の城 in 将棋の町高槻、高槻城と徳川家の秘密と題して、高槻城と徳川家の秘密にスポットを当てた新作が11月から始まっています。なるほど、高槻の歴史に加えて将棋の町高槻としての要素も含まれているってことですね。いや、どんな謎があるのか楽しみですね。そういえば受付でキットをもらってからプログラムがスタートしましたよね。では行きましょうか。はい、はい、歴史リアル謎解きゲームは参加者が謎の手がかりを入手し、頭と体を使って謎を解き明かす体験型のゲームイベントです。高槻の街で次々と暗号を解いてミッションの達成を目指します。高槻城公園芸術文化劇場にやってきました。今回謎解きゲームの内容はちょっと秘密なんですけれども、ゲームでポイントとなるスポットの一部を巡って散策していきたいと思います。いや、今年3月に開館した新しい劇場なんですよね。いや、私初めて来たんですけれども、外観もとってもおしゃれですよね。はい、斬新なデザインで目を引きますが、劇場の利用者だけでなく誰でも自由に敷地内を散策できるように憩いのスペースが設けられているのが特徴です。いや、名前にもあるんですけれども、ここに高槻城があったんですか？ここは江戸時代の高槻藩主である永井直清が、城主を務めた高槻城二の丸跡地になります。そうなんですね、まあ、外観もお城のような重厚感がありますし、周囲にはお堀や塀なども再現されてるんですよね。はい、敷地内には高槻城の遺構に関する説明板もあるので、散策しながら歴史を学ぶこともできるんです。そういえば過去の謎解きではエリアは違いますが、こういった説明板や上宮天満宮の鳥居などその場所にある構造物を使ってキットに書かれたミッションをクリアするっていう謎がありました。はい、どこに謎があるかワクワクしますね、うん、ちょっと散策してみましょうか。はい、ところで川岸さん、はい、今高槻市で特に盛り上がっているもの何か知っていますか？盛り上がってるもの、なんかこうお祭りとか。あー、違いますね。違う、じゃあヒントください。ヒントはこれです。あ、これわかったかも。はい、続いてはこれにまつわる場所ですよ。はい、城跡歴史館にやってきました。やっぱり正解は将棋ですね。はい、正解です、うん、高槻市は王将戦や明治戦などのタイトル戦を誘致したり将棋大会をしたりして、将棋への取り組みを進めているところです、うん、そして大阪市福島区にある将棋の西の聖地とも呼ばれる関西将棋会館が令和6年に高槻市へ移転することが決定しているんですよ。そうなんですね、将棋に関するさまざまな施策やイベントが行われていたり盛り上がってるんですね。はい、そしてここ城跡歴史館では高槻城三の丸の武家屋敷跡から出土された将棋駒が展示されているんですよ。高槻と将棋のゆかりを語る上で重要な場所っていうことですね。いやー、ここではどんな謎が出題されるのかな。
されたヒントや考えを巡らせて楽しみながら解いてみてくださいね。はい、では次のポイントに行きましょうか。お願いします。はい、さあ甘い石公園に着きました。はい、ここは近畿地方で最も古い弥生時代の集落の一つで、国宝級の遺跡甘井遺跡を保存し活用した公園です。へえ、そうなんですね。こう広々として緑も豊かですよね。はい、高槻の今注目のランドマークとして活用されていて、1年を通して多彩なイベントが開かれています。そうなんですか。はい、そして今回の謎解きではですね、ここが特に重要なポイントとなっているようです。ちょっと休憩も兼ねてあそこに椅子もありますし、座って謎解きませんか。いいですね、解いてみましょう。はい、さて今日は謎解きゲームのステージとなる3つのポイントを回ってきましたが、まあ、時間制限もないので自分のペースで回ることができますし、ゲームの合間に自由にこう観光もできたりしてすごい楽しめますよね。そうですね。他にもいろいろとスポットを巡って、ぜひですね、その謎解きをクリアした時の達成感っていうのを味わっていただきたいです。川岸さん、今日はさまざまなプログラムを体験してみていかがでしたか。いや、これを通して初めて触れ合うことなんかもあったりして、一日がとっても充実してました。それは本当に良かったです。毎年新しい企画もありますし、今回の2023秋のプログラムでは高槻の魅力が存分に味わえるさまざまなプログラムが用意されていますので、ぜひ参加してください。まだね、受付中のプログラムもございますので、ぜひ皆さんご参加ください。あ、清水さん、散策中に気になるお店を見つけたので、ちょっと一緒に行きませんか。いいですね。プログラムに参加して楽しむことはもちろん、その道中なのでお店や観光スポットに出会えることもまた魅力の一つです。そうですよね。あ、じゃああのお店に行きましょう。行きましょう。